皆さん、おことを近くで見たことありますか？ことめんチャンネル。どうも皆さん、こんにちは。ことめんこと大川よしあきです。はい、今日はですね、皆さんにおことの演奏ではなくて、おことを近くで見ていただきたいと思います。おことは龍がモチーフになっているの知ってましたか？それぞれ龍舌だったり龍角などいろいろ龍という名前が付けられています。今日はですね、難しいことは考えずにおことの美しさを近くで見ていただきたいと思います。それでは今日はちっちゃくなるライト。皆さん、このちっちゃくなるライトで一緒にことの世界を探検しに行きましょう。それではいってらっしゃい。ことめんチャンネル。ここはね、龍舌というところです。龍の舌をモチーフにされて作られていて、この彩色、一つ一つ職人さんが手で彫って、そして手で色をつけて美しいデザインになってますよね。うわー、もっと近くで見てみてください。このようにですね、お琴は職人さんの手によって作られてます。美しいデザイン、一つ一つに込められた思い、それがお琴の一つの形となって今に残っております。ことめんチャンネル。続いてはこちら。ここはお琴の音を出す穴になってます。お琴は本体全体から音が響くのですが、上の弦で弾いた音が胴の中で響いて、その音をここから皆さんの元にお届けします。じゃあこの中がどうなってるのか、次見に行ってみましょう。このように一つ一つ手作業で彫っております。このおかげでお琴の音色は様々な音を出すことができて、優しい音から柔らかい音、またこの中の彫り方で反響の違いが出てきます。ことめんチャンネル。ほう、皆さん、お琴の部位はどうでしたか？龍舌すっごく綺麗でしたね。こうやってお琴は職人さんが一つ一つ丁寧に手作りで作っております。ぜひまた違う機会におことの部位をさらに詳しく、そして楽しくお伝えしていきたいと思います。それではまた明日、バイバーイ。ありがとうございました。チャンネル登録、また他の動画もぜひご覧ください。また YouTube は毎日投稿、 Instagram は毎日22時から40分間生配信しております。ぜひ遊びに来てくださいね。